はい、ではです。今回は30キロから35キロで足が持たなくなる原因とその対策というテーマでお話をします。昨日からですね、3日間限定で販売させていただいております新講義のマラソン3時間半切りのためのトレーニングというようなね、講義動画があるんですけれども、まあ、こちらはですね、受講しようかどうかっていう、こう迷ってらっしゃる方からですね、ちょっとお問い合わせをメールをいただいていましてですね、でそのご質問がすごくいい質問で、でこれに対する回答っていうところがきっとですね、視聴者の皆様にもですね、非常にこう有益な情報になるんじゃないかなと思いましたので、ちょっとこうして動画化をさせていただきました。でそのご質問内容がですね、ちょっと読み上げていきます。ちょっとここにもね出しておこうと思うんですけど、私はサブ4を目指している還暦ランナーです。あと3分ぐらいでいつも達成できません。30から35キロを過ぎると足が持たなくなり、いつも失速します。筋持久力不足と練習量、特に距離走の不足だと思います。このマラソン3時間半切りのためのトレーニングはそういうランナーに有効そうなプログラムですが、参考になると思いますか、というご質問です。もうめちゃめちゃ気持ちがわかるお問い合わせですね。もう気持ちがわかりすぎて、辛いっていうぐらいですね、わかります。もうね、何しろ私もですねこういう経験しているんでね、もう35キロぐらいまでですね元気に走っていたのに、そっからもうガクーンともう足が持たなくなるみたいなね、そういう経験された方少なくないんじゃないでしょうか。もう私もね、過去に走った神戸、琵琶湖、福知山、こういったマラソンで全てでですね、35キロぐらいですね、ちょっと待ってみたいな、さっきまでめっちゃ元気やったやん俺の足みたいな感じになったんですよ。でもそうなったんだけど、急にもうガクーンって走れなくなるみたいなですね、経験をしていますのでですね、まあすごくこの気持ちはわかるんですよ。でまあこの足が持たないって状態になると、その呼吸はきつくないのに、もうなんか動けないというか、なんか夢の中で走ってるみたい、わかりますかね、夢の中で走ってる時ってなんかめっちゃ変な感覚になるじゃないですか。夢の中で誰かに追っかけられてたりとかする時って、普段やったら絶対もつれへんのに、なんかむちゃくちゃ足がもつれるみたいなとか、まあ、なるような感じですね。まあそれとはちょっと違うかもしれないんですけど、もうなんか自分の体じゃないようにですね、もう全然足が言うことを聞かないと。でまあ引いてはもう歩いてしまうとかね、そういう可能性もやっぱ出てくるわけですし、まあ一番ね精神的に辛いのが、そういう35キロとか30キロ以降で足がもうね持たなくなってきた時って、それまで前段階で結構いいペースで刻んでた時とかって、まあ目標タイムに対して貯金を作っているじゃないですか。でその貯金がどんどん食い潰されていく、あの感じね、もう35キロぐらいで足がもうガクーンときて、あやばいやばい、さっきまでもう貯金あるなと思って走ってたのに、あもう貯金がやばい、もうそこつきそう、そこつきそう、あもう借金やみたいなね、はい、もうそういうような感じになっていく、あの心の辛さ、わかります。私も福知山マラソンでめちゃめちゃそれ経験しましたから。ただ私もね、その経験を通してですね、まあ、はっきり掴んだものっていうのがねやっぱりあるんですね、感覚として。で今回はまあこの T さんという方にですね、もうすでに私回答は済ませたんですけれども、まあこの動画ででもですね、このまま私が掴んだ実体験というところを元にですね、この35キロとかこの壁、足の壁ですね、足の壁に対してどうしていけばいいのかっていうところを、まあ、原因から、対策のところまでお話をさせていただきます。でそもそもですね、こう T さんですね、ご質問の中ですごい重要なポイントをねおっしゃっているんですよ、すでに。でこの重要なポイントっていうのが、筋持久力不足っていうところと、練習量の不足、まあ、特に距離走が不足してるということを、まあかなというふうにおっしゃってました。大正解っていうか、まあ、これがねめちゃくちゃ大事なポイントなんですよ。でそこの問題にはもうすでに気づいていらっしゃるっていうところがね、もう素晴らしいというふうに思いますし、まあ、あとはその具体的にこれら問題を解決する上でどういった手立てを取っていくべきなのかっていうところを、おそらく模索されていたんだろうというふうに思います。で、まあ、そもそもですけれども、30から35キロとかこの辺で足が持たなくなるもう最たる原因っていうのは、こう T さんのおっしゃる通りですね、筋持久力不足と、まあ練習量の不足、まあ、練習量って言っても特にこう距離走っていうところがですね、いかにできているかっていうところもここにかかってくると言っても過言ではありません。でこの中でもその筋持久力っていうのと、スピード持久っていう、まあ、このね、まあ、2つの要素っていうのがやっぱ出てくるんですよ。でこのまず筋持久力というところはですね、ちょっとまあ話はね割と単純っちゃ単純なんですよ。っていうのが、単純に 42.195 キロとか、まあ、3時間なり、4時間なり5時間なり、この長い時間を元気に走り続けるその力のことを、まあ、筋持久力なんですよ。まあ走り続けるというか、その長い時間、もしくは 42.195 キロという距離の間、まあ、走ってたら接地の衝撃っていうのがやっぱあるんですね。でこの接地の衝撃にそれだけの時間とか距離を耐え続けられる足があるかどうかっていう、まあ、ここが筋持久力なんですよ。
だから変な話、ペースさえ落とせばですね、接近衝撃ってやっぱちっちゃくなるので、ペースさえ落とせば走り切ること自体はまあ可能にはなってきます。まあ全く練習してないとかね、練習力が明らかに少なすぎるとかだったら、それでもやっぱり完走ね難しい時もあると思いますけど、でもね、考えてみてください。あの普段走ってない非ランナーの人ですよ。もう全くもうランニングとか全然興味もないですみたいな、会社とかでも、まあ、あのマラソンやってますみたいなやったら、すごいみたいになるじゃないですか。非ランナーからしたらマラソン完走すること自体がやっぱすごいんですよ。っていうのは、もう、その分だけの筋持久力とかも想像もつかない状態ですからね。だけど、まあ、我々ランナー、特に、まあ、あの、この動画をご覧いただいているいろんな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、特にその中でも、その、何かしらの目標タイム持って走っている人ですよね。サブ5なり、サブ4なり、サブ3なり、何かしらの目標を持って走っていらっしゃる方っていうのは、あの、完走すること自体はそんなに難しいとはもう感じてないと思うんですよ。完走経験ある方とかはね。要するにそれは、まあ、あの、走り切るということ自体に、まあ、つまり筋持久力っていうところ自体に関しては、あの、これはですね、あの、まあ、なんですか、何も考えずにとりあえず練習量だけ増やしていけばとか、走る距離さえなんとか伸ばしていけば、練習量を増やしていけば、解決できるところにもなってくるんですよ。だから、その、足を、その、走り切れる足を作るっていうところ自体はそんなに難しい話ではないんですよ。ただもう一つのスピード持久っていうところがむちゃくちゃ大事で、これが、スピード持久でこれ何を表してるかっていうと、マラソンにおいてはその狙ったレースで走った時に起きる筋持久力なんですよ。だからただの筋持久力とちょっと違うところに着目してほしいんですけれども、あの狙ったペースで走り切った時の、筋持久力っていうのがこれミソなんですよね。でマラソンって、まあ、42.195キロ を完走したいっていう目的だけだったら難易度がガンと下がるっていうのはそういうことなんですよ。サブ4とかサブ 3.5 とかサブ3とかこういう目標を持ってるんだったら、その何ですかね、タイム以内で走り切るという明確な目標があると、っていうことはある程度速く走り続けるということが必要になってくるんですよね。でこの速くというところがポイントで、さっきもちらっと言ったんですけど、あのペース次第で接地の衝撃っていうかダメージってやっぱ変わってくるんですよね。だからペースが上がれば上がるほど自分にとって接地の衝撃ってやっぱ大きくなってくるので、その分ですね、その狙ったペースで走ってる時にどれだけ長く持たせられるかっていうのがむちゃくちゃ大事になってくるんですよ。で実際私は、昨年11月に走った福知山マラソンでここを大失敗してるんですよね。まあ大失敗というか、まああの、ちょっとうまく いかなかったなというところなんですけれども、プチマラソンでそもそも私2時間半を切るということをですね、目標にしてたんですね。で、十分に2時間半を切る手応え自体はつかめていて、まあ、あの、うちの代表のね、池上も私のね、まあトレーニングとかを、まあ全部見てもらってるわけではないんですけれども、まあ大体のそのね、あの話とかしてる限りで、あもうお前絶対サブ 2.5 いけるからっていうことで、まあまあ太鼓判も押してもらってて、まあ私自身もね、絶対いけると思ってたんですよ。っていうのが、まあ、あの、福知山が11月23日にあって、その前の月の10月の上旬にハーフマラソン、舞鶴でハーフがあって、それがね、1時間10分40秒だったんですね。で、これが、ほぼ自分で単独でペース作って、結構余力も普通に残して、そんなにいっぱいいっぱいじゃない感覚で70分だったんですよ。で、まあ3分20でハーフは普通に押せるなっていう感じでしたし、で、あとはですね、日々の中強度のレベルっていうのが上がってたんですよ。まあ、私の去年の夏前ぐらいの中強度レベルって言ったら、まあ、例えば15キロ中強度走とか多かったんですけど、1キロ4分切りぐらいだったんですよ。だいたい3分57とか、まあ、3分50秒台後半ぐらいだったんですけど、去年の10月ぐらいから3分45秒付近とかが結構私にとっての中強度になってたんですね。だから、日々の中強度のレベルも上がってるし、まあ、ハーフマラソンぐらいで、結構、ね、3分20ぐらいで押せるようにもなってるし、って考えると、もう2時間、半、まあ、1キロ3分33秒っていうのはそんな難しいペースでもないなという感覚はあったんですね。で思ってたんですけれども、そうやって自信を持って臨んだ福知山マラソンでは35キロまでね、サブ2.5 のペースで行ったにもかかわらず、そこから足が持たなくなって、もうね、そこからもう前動画にも出しましたけど、痙攣祭りでもう2度の転倒もね、経てのゴールということで2時間42分もかかってしまいましたと。まあものすごいね、大激震してしまったんですけれども、まあ、なんでこんなことになってしまったのかなって今振り返ってみると、やっぱりですね、そのレースペースに近い負荷の距離走がやっぱ不足していたなというところがあります。要するに、あの、1キロ3分33とか、まあ、3分半付近で走った時の、まあ、筋持久力っていうのが、42キロ走り切れるだけの筋持久力が養成できてなかったというところは、もう絶対にあると思います。まあ、あの、マラソンって、やっぱりそのレースに近い負荷の距離走をどれだけ入れられるかっていうのが、もう一番のミソなんですね。で、レースに近い負荷の距離走って、具体的な数字で言うと、レースペースの 90% から 95% ぐらいになってくるんですね。で、これは競技レベルによって変わってきます。まあ、タイムが遅くなればなるほど、その、なんていうんですかね、秒に直した時の数字が大きくなるので、その、パーセンテージ、1% の数字がすごい大きくなるんですよ。だから、
タイムが目指すタイムが遅ければ遅いほど、95% とか限りなくレースペースに近づけても全然いいんですけど、まあ私がやったら3分30秒だったら 90% ってことは、まあ大体3分50秒前後なんですよ。だから私の感覚では、レースの福知山の4週間前に3分50秒前後で40キロ走できてたらいいなって思ってたんですよね。まあこれができてたらいけるだろうって感覚があったのでやろうと思ったんですが、その時期にインフルエンザかかってしまって、まあその練習が飛んでしまったと。で加えて、まあそのインフル飛んだ分、その翌週にまあ無理くり35キロまでねじ込んだんですけど、まあまあそれがちょっと負荷がね、もうインフル明けで病み上がりに無理やりやっちゃったっていうので、まあ、結構ダメージがあったかなっていうのと、あとはそれ以外にやった距離走って2週間前の25キロ走と、まあ、あとは、もう少し前にやった35キロ、もう1本35キロやってるんですけど、この3本ぐらいしかちゃんとした距離走できてなかったんですよ。まあ、去年9月とか10月頭ぐらいまでめっちゃ暑かったんで、あんまりまともな距離走ができなかったっていうのがあってですね、段階的に距離走のレベルを上げていくことができずに、まあ実践的な距離走っていうのの本数がもうたった3本ぐらいしかできなかったんですよね。しかも40キロ走1回もできてなかったっていうところもあって、やっぱり案の定、福ちゃんマラソンでは35キロまでは、1キロ3分半切るぐらいのペースでガーっていけてたんですけど、まあそこからガーンとね、練習でやってる35キロという距離でもう終わってしまったと。ここで閉店ガラガラしてしまったということになったんですね。ああ悲しいということですね。まあだから、まあ練習ってね、結局どこまで行ってもそのスピードとスタミナの両面からこう同時進行で攻めていくっていうところが欠かせない要素にはなるので、まあまあまあ、それだけが原因ってわけではないんですけれども、とはいえやっぱりその距離走で、特にそのレースペースに近いところで、距離走をいかにできるかっていうところ、最終的にはそこにねしっかり向けていくっていうのはむちゃくちゃ大事なところであるのはやっぱり間違いないと思います。まあ、あとはですね、その練習量っていうところですよね。この練習量っていうのが、まあ、むちゃくちゃ結構ねポイントになってくるんですよ。この T さんも練習量っていうところに言及をされていたんですけれども、やっぱりこれも重要なポイントなんですね。というのも、まあ私の場合もそうだったんですけど、距離走がやっぱりちょっと不足したと言ったじゃないですか。でも練習量とか練習の密度がある程度こう普段から高いとか、やるべき基礎構築の段階でむちゃくちゃ基礎をねガーンとこう詰めてるとかだったら、多少そのレースペースの距離走が少なかったとしても乗り切れる可能性が上がるんですよ。まあ、考えてみていただきたいのが、青学とか結構ね、箱根走ってそのままなんか別大とか東京とか走ってくるじゃないですか。で走って、最近学生結構普通に2時間10分ぐらいで走ったりとかするじゃないですか。でも練習聞いてたらなんか30キロまでしかやってませんとか35までしかやってませんみたいなとかあるんですよ。なんで彼らはそれでいけるのか。で実業団の選手とかでも、初マラソンとかだったら、まあ、40キロ走入れずに行くって選手もまあ中にはいるみたいなんですけれども、なんでそれでいけるのかっていうと、まあ、彼らはですね、もうそもそも普段から練習量が多いんですよ。もう平日とかでも、まあ、20キロのペース走とかが頻繁に結構入ってたりとか、2部練習3部練習とか普通にやってたりとか、あとまあ夏合宿とか行ったら月間1000キロ近く走ったりとか、800キロとかね結構そこら走ったりとかするので、もうそもそ もう基礎体力とか土台がもう仕上がってるんですよね。だからもう最後の方に、まあ、ちょろっと30キロ走とか40キロ走とかちょっと足らんぐらいでは、まあ、別に全然そんな、まあ、もちろんやった方がいいと思うんですけど、それでもね、だけど別にそれがそんなに大きな影響を与えないと、もうそもそもの練習量が多いからと。だけど市民ランナーの方でも、まあ、何ですかね、40キロはいらないみたいな、そういう意見もあるじゃないですか。で、まあ、それは別にやってもやらなくても別にどっちもいいとは思うんですけれども、そもそもの その練習量っていう、普段からの練習量っていうところが、まあ、ある程度ですね、詰めているのであれば、まあ、やらなくてもいいんじゃないぐらいの感じですね。なんだけど、まあ、その練習量がないんであれば、やっぱりできるなら1回で40キロとか、まあ、それぐらいはやっといた方が、まあ、よりねうまくいく可能性は上がるよというところはやっぱり間違いないと思います。そういった意味でやっぱり練習量っていうところはですね、まあ、ある程度正義になってくる部分もありますし、まあその中でも特に距離走っていうふうにね T さんも捉えてらっしゃる、そこはすごくね、まあ、なんですかね、こう的を射たですね、まあ捉え方をされているのすごいなというふうに思いました。ということで、まあ、T さんへのそのお問い合わせの、まあ答えとしてはですね、まあ、30キロから35キロで足が持たなく大きな原因っていうのは、レースペースで走った時におけるその筋持久力不足である可能性が高いというところは、言えるかなというふうに思いますが、一つ絶対忘れてはいけないのは、レースペースに近い距離走するにしても、
それは最終的な目標なんですね。だからレースの4週間前に、40キロ走をレースペースの 90% でやるとかっていうのはこれ最終的な一つの目標として目物であって、いきなりそれをやれって言うとやっぱりきついわけなんですよね。故障のリスクも上がるし、でやっぱりね、段階を踏むっていうのがすごい大事で、例えば基礎構築の段階から、基礎構築の時は例えば、20キロとかぐらいから始めて、そこからこう徐々にですね25、30、35、40みたいな感じでちょっとずつ週を追うごとに、走れる距離をまず増やしていく。で強度は低くてもいいから増やしていって、次に、強度をちょっと上げての25から、30、35みたいな感じで、増やしていくみたいな感じでこう、まず量をですね40キロまで持ってってからこう質をこう次上げていくみたいな感じで細かくですね、ステップアップしていく、段階を踏んでいくっていうところがやっぱりこれは絶対大事だというところは、言及をさせていただきますということですね。ということで、30から35キロのその壁っていうのを乗り越えるには、そういったポイントが重要ですよというところで参考にしていただきますと幸いです。まあ、なおですね、この昨日から販売している新講義のマラソン3時間半切りのためのトレーニングと、こちらではですね今言ったようなそのトレーニングレベルを段階的に上げていくっていう、その段階の踏み方っていうところに関しても徹底的に、気分けから解説をさせていただいています。なので、まあ、お問い合わせいただいたこちらの T さんもちろんですね、これからマラソン3時間半切りを目指していきたいとか、サブ4を目指していきたいとか、そういった方にもですね必ずお役に立てる内容だと思いますし、ちなみに私2時間半切りを目指しているので、まあ、このタイトルからさらに2時間早いタイムを目指しているんですけれども、まあ、私もですねこの講義、まあ、制作する中でねもう何回も見てるんですけれども、結構ねハッとさせられる部分多かったんですよ実際で。特に基礎作りから実践へこう実践、移行していく、その具体的には34週間の、メニュー例みたいなを解説する場面がね結構長い尺取ってあるんですけれども、ここなんかかなりちょっとねメモを取りまくってちょっと聞いてしまうぐらいの、気づきがありました。まあ、それだけですね、まあ、こちらの講義動画、まあ、2時間の講義動画なんですけれども、まあ、基本的にはそのレベル感的にはマラソン3時間半切りのための、まあ、具体的なですね34週のメニューなんかもこう入れながら、その基礎からですね、実践へ移行していくやり方っていうところを詳しく解説をした内容となっています。まあ、2時間ぶっ通しでね、作ってあるので、聞き流しでも聞けるようになっています。私車運転しながら結構聞いたりとかするんですけれども、まあ、そういう感じの学習もねしていただけるので、隙間時間で学んでいただくこともできるかなというふうに思いますし、まあ、講義資料もお渡しさせていただくので、何回も復習をしてですね使っていただけるものかなというふうに思います。でこちらのね、マラソン3時間半切りを目指すためのトレーニング、この講義はですね、昨日から販売してまして、明日1月15日の月曜日までの販売となっております。3日間限定の販売になってますので、興味のある方はぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。結構こういうコンテンツとか作るときって、大体まあ講座とか講師をするのが池上が大体やってて、で私がその編集だったりとか、あとこう、商品動画像とか作るんですよ。今出してるようなこういう画像とかね、いろんな画像を作ったんですよ。こういうデバイスに入れ込んでるような感じのやつとか、運転してる時にこう見れますよみたいな感じのイメージのやつとか、私今回のこのサムネイルというか商品画像割とね自信作なんですよ。これ来たなみたいな感じでね。あとね、宣伝用のなんかさっきビデオ流してたんですけど、あれもね私はい作りました。コンテンツ制作責任者、深澤からのおすすめでございます。ちなみにお問い合わせいただいた T さんも受講していただきました。お役に立てるように精一杯サポートしていきたいと思っております。